なかなかうまいでしょ、あそこのとんかつ。うん、まあ、なんちゃった。あそこの天津丼っていうのもなかなかうまいんですよ。そうか。食いますか。いや、もうたくさんだ。おう、一番出ないよ。じゃあ、僕のとこ行きませんか。よく出るね。強く弾いちゃダメなんですよ。ねえ、来ませんか、僕のとこ。うん。まあ、今日はやめとこう。奥さん、そんなに怖いんですか？怖かないのね。入っていく。そうですか。出ないね。出ませんか？おい、18番出ないぞ。叩かんでくださいよ。出ないもしょうがないじゃないか。叩いたって出んですよ。どなんですか。ここだよ。よお、店長さん。おお、君か。よお、店長さんでしたか。いや、どうも。いや、しばらくだったね。さあ、どうぞ、どうぞ、おし。ああ。どうぞ、どうぞ。例大の時に同じ商店行った戦友だよ。そうですか。さあどうぞ、おめでなさい。どうぞ、どうぞ。さあ、さあ、さあ、お帰りください。どうぞ。おい、お客さんだよ。いや、しばらくだったね。いや、まったくです。班長さん、少しも変わられんですな。君だって変わらないよ。電気つけっから。いや、いかんです、差し取りました。かなりです。いろいろお世話になったんです。どうも、いろいろ。いや、こちらこそ。あ、この間渋谷の駅でひょっこり高橋に会いましたよ。どう、僕もこの間藤田に会ったよ。銀座でね。おお、藤田も東京へ出てきたんですか。うん、三河島の方で自動車の修理やってるそうだ。そうですか。さあ、どうでした。いや、今晩君に会うとは思わなかったよ。まったくです。私も1年半ほど前からこの商売を始めましてな。いや、さっきあんたが叩いてくれたんで班長さんに会えたんですわ。いや、どうもすいません。いやいや、いいんです。よかった、ほんとよかった。どうなの、景気は。なかなか盛んじゃないか。いやー、まあまあです。しかし、わしはですな、相番いかんことになると思ったんです。いいもんじゃないです、これは。しかし、なかなか面白いじゃないか、やってみると。そうですか。時たま、やられるんですか。いやー、今日は初めてなんだよ。あんたどうです。僕は時々やります。時たま、来られますな、うち。あ、お邪魔します。いかんな。いや、いかんです。こんなもんが流行るのはいい傾向じゃないです。後悔しました。そう、やってください。あ、そうそう。いや、しかしこれはまだまだ流行るね。確かに面白いよ。そうですか。こんなもんが面白くちゃいかんのですがな。こんなもんが流行っとる間は世の中はようならんです、つまらんです。そうかな。いかんです。しかし、あの自分は楽しかったですな、シンガポール。ああ、だが戦争はもうごめんだね。嫌だね。ああ、同感。わしも嫌です。まっぴらですわ。でも、どうなってるんですかな、今、ノースブリッジ。ああ、どうなってるかね。よかったですな、ヤシの林。
ああ、空が綺麗でね。夜になると星がよく見えて。さっさっす。花橋、南十字星。よかった。ほんと、よかった。一番乗りをやるんだと力んで死んだ戦友の遺骨を抱いて今入るシンガポールの街の朝、友よ見てくれあの涙、マラカ海の十字星、夜日に継いだ進撃に眺めたあの星。はい、あ、どうも。すいません、ご迷惑かけません。かけられちゃかなわないよ。いや、大丈夫ですよ。ね、出かけませんか。うん、お天気はいいし、いい気持ちですよ。行きましょう。君も何度も言ってんのかい。はい、とても面白いんだ。自分の買ったやつがドンケツ走ってるんですよ。あいつが最終回にガーッと抜いてくるときなんかたまらないな。あれのもっと爽快なスリルのあるやつなんだ。ね、行きましょう。いや、行ってみるか。はい、行きましょう。いいんだ、面白いんだ、絶対なんだ。パチンコなんか問題になりませんよ。しかしパチンコはちょいと病みつきになるね。そうですか。つまりなんだな、大勢の中にいながら安直に無我の境に入れる。簡単に自分一人っきりになれる。そこにあるものは自分と玉だけだ。世の中の一切の煩わしさから離れてパチンってやる。玉が自分だ、自分が玉だ。純粋の孤独だよ。そこに魅力があるんだな。幸福な孤独感だ。そうですか。じゃあ競輪ならもっとすごいや。パチンコの玉が自転車に乗っかってるんですからね。周りのやつ見てるだけでも面白いですよ。人生の縮図だな。そうかい。おい、せっちゃん、もう帰るよ。いいのよ、まだ大丈夫。どう、おじさま。もうおいしい。もう帰り。まだまだ。やっと上手になったとこじゃないの。どうですか、入りますか。うん、まあまあ。4番やってみてください。うん。あんた、4番やってみなさい。それ、調子いいです。あ、おい、せいちゃん、本当にもう帰り？まだいいっすから。知らないよ、おじさんもう帰るよ。どうぞ。しょうがないよ、本当に帰るよ、おじさん。
いいかい？どうぞ。僕はもう帰るわね。そうですか。なんかで関谷の駅まで送ってやってくれないか。え、送ります。いや、帰らさよなら。もう帰りですか。ああ、明日早いんだね。さよなら。いや、どうも。関谷、本当にもういい加減に怒られるよ。今日は君が勝手についてきたんだからね。おじさんと一緒だったなんてじゃ困るよ。うん、分かってる。いいね。ただ。